ってる。それってちーちゃんが一番可愛いと思ってるからじゃない。差が出たら優勝賞金ゲットできるじゃないですか。どう？別に何が何でも絶対に嫌ってわけじゃないですけど、ただ私にだけ恥ずかしい思いをさせようっていう考え方が気に入らないんです。だいたいあんな可愛いか。いやいい、お風呂空いたから次。あ、はあ、ごめん、友達が来てると思わなくて。なあちさ、何？俺のこの姿見てかわいそうとか思わないか？ごめん、本当に命に関わってる。そろそろ準備した方がいいんじゃ？私はこのまま出るつもりだけど。ダメよちいちゃん、かわいいちさちゃんをたくさんの人に見てもらわなきゃね。せっかくのチャンスだものね。頑張ってな。いっせーの、センスウリャー。よし、いい感じだ。語りかけろ。大丈夫でしょうか。なんでみんな投げてないんですか。いやー、それにしてもさすがは七香さんの妹だな。何が？後ろから見ていて思ったんだが、尻のラインが大変見事だった。2万回死ねー。じゃあ声出しましょうか。俺に続いてください。さあ、ナイスバディー。ナイスバディー小手川。ナイスバディーだよちーちゃん。ちさちゃん、すごいナイスバディー。おい、すごいスタイルの子が試合してるっぽいぞ。マジかよ、どの子だ。ちーさん、ちーさん、ちーさん、ナイスバディー。やめてあげて。なるほど、それじゃあさあ、ナイスボディー。ナイスボディー小手川。ちさちゃん、最高のナイスボディー。どうだ、どうだよ。本当にもうやめてあげて。ねえちーちゃん、イオリが大根買ってくれたらどうする？15分だけ人間扱いしてあげてもいいです。だってさ、イオリ、むしろ今まで何扱いされてたのか気になるところです。潜れないのは残念だけど、これが最後ってわけじゃないから。明日は体験でも行ける浅めのポイントにも行くらしいし、そうそう、この前のバイトで水族館の入場券もらったから、よかったら。ちさ、船って結構揺れるのな。は？まったく悪いな。しかしまあ、あれだな、ちさ。ん？お前、いい女だな。は？何言ってんの？一人で残される俺に気使ってくれてたんだろ？別にそういうわけじゃ。上杉くんが上司とご飯を。うわ、マジ？ち、あいつら。顔真っ赤。無理してんじゃねえよ。ま、勝手にすれば。いただきます。何点だったんですか？な、おい。上杉風太郎くん、得点は100。
あーめっちゃ恥ずかしい。わざと見せましたね。私の分を少し分けましょうか。むしろあんたが頼みすぎなんだよ。太るぞ。太っ。あなたみたいな無神経な人初めてです。もう何もあげません。高校生で確かお兄ちゃんの学校に転入するって言ってたよ。名前は中野いつきです。どうぞよろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。まずい。完璧だ。お待たせしました。友達と食べてる。すみません、席は埋まっていますよ。いつき、食べ過ぎじゃない？そうですか？まだ2個目ですけど。この肉まんお化け。やめてください。男にモテねえぞ。私たちの力不足は認めましょう。ですが、自分の問題は自分で解決します。問い1、厳島の戦いで毛利元就が破った武将を答えよ。無言。また食べに来てくれる？もちろんです。頭を使うとお腹が空きますから。またご馳走してください。え？ですから勝手に。そうか。それでいいのか。いつき最高。はい。明日午後1にまた行く。他の4人を集めておいてくれ。お金ならありません。何？あなたにお渡しするものがあります。あなたの存在は5人の何かを変え始めています。5人って？あ、間違えました。4人です。とにかく返金は受け付けません。どう使おうがあなたの自由です。あいつの望みは全て叶えてやりたい。お兄ちゃん、いつきさん、最後に3人であれやってみたいな。それよりあっちの方が。全て叶えるでしょ。棚から落ちた本からニノを守った。よく見ればそうとも受け取れますが、違いますか？その通りだ。ありがとな、いつき。お礼を言われる筋合いはありません。あくまで可能性の一つを提示したまでです。お前らも夜は勉強しろよ。私はここで。なんだか怪しいな。宿題は出てるだろ。済ませたのか？ついてこないでください。あんまり見ないでください。誰だ？ただでさえ顔が同じでややこしいんだから、髪型を変えるんじゃない？いつきです。どんなヘアスタイルにしようと私の勝手でしょ。納得がいきません。あの天使。お、べっぴんさんにはおまけしちゃうよ。どういうことですか？同じ顔なのに。いつき。なんだ、あなたですか。残念さを少しは隠しなさい。どうした、さつき？あのね、ハルト、これ。ん？なんだこれ？プレゼント。は？私は使わないからあげるって言ってんの。お熱いね、お二人さん。違うってば。前に迷惑かけたお礼だし。真っ赤じゃないか。真っ赤じゃないし。サンキュー、さつき。今度お礼するよ。とにかくまたあの世界に行くわ。今度こそ勝ちたいもの。さっきからその
勝つとか負けるとかって。タオルありがとう。あ、うん、分からなくていいの。私の勝手な決意表明だから。ますます分からないんだが。私も作ってきたわよ。魔女の樹液だったら一個持ってたからね。そんなに急いで作らなくても。うるさいわね。そういう気分だったのよ。そうだよ、スバル復活にまた一歩近づいたよ。サツキ早くつけて。分かってるわよ。なんだ。なんでもないわよ。遅いな。悪い、遅刻だな。うん、私も今来たとこ。そっか、んじゃ行くか。うん。スイートダンスパーティー？プロムみたいなものだな。外国の映画で見たことある。男子が女子にパートナーをお願いするんだよね。神の祝福する夜にクオンの愛が育まれる。だってクオンの愛？一緒にダンスパーティーに行こうって誘ってほしいの。え？私小学校の頃から気づいてなかったと思うけど、高校生になって学校が違っちゃって、あなたの家に行くの勇気を出したんだからね。返事明日でいいから。ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。